今回も龍が如くやってきてます。5、はい、悪い待たせちゃったから。いえ、私も今来たところです。さっきまた堀江さんに電話したんですけど、やっぱり出なくて。大変お待たせしました。そうか、まあいい。なら遺書が戻ってきてないかどうか自分たちで探してみよう。堀江大丈夫かな。パクさんの遺書か、どこにあると思う？警察から戻ってきてるなら社長室の中だと思います。社長の遺品をまとめて入れたお盆がありましたから。うん、じゃあ 社長室の中にあるということで。なんか嫌な予感するんだけど、大丈夫かな。秋山さん、ありました。こいつがパクさんの遺書か。あとは彼女が左手で書いた字もこれと一緒に見られるといいんだけど、どこかにないかな。そういえば社長、亡くなる直前に堀江さん宛てのメモを書いてました。左手を使って。あ、書いてたね。そのメモがどこかにあると思います。ん？あの金庫は？あ、なんかさ、万年筆っつうかね、万年筆でさ開けれるんじゃない？はるかが思ってる。開けるんですか？なんかこの鍵変わった形してるね。ね、あのパクさんからさ、こう見てごらん、鉛筆でも突っ込めそうな感じの鍵あるわ。もらったやつあるじゃん、万年、あれで開くんじゃない？ダメか。なわけないよね。あ、もしかして。それは？社長から亡くなる前にいただいたんです。少し早いけど、私のデビュー祝いにって。開くんじゃない？これだったら。ほら。おお。マジ？マジ？マジ？手紙と帳簿だ。こんなとこにあったのか。パク・ミレイ様。社長、うん、おっと、社長が亡くなった日のメモだ。不在の時にちゃんとできるように細かな指示が書かれてるね。うん、多分それです。堀江さんに宛てて書いてたメモは。つまり左手で書いた文字ってことだね。どうだ？違うな。素人目にも文字の癖が全然違う。それじゃあやっぱり。遺書はパクさんが右手で書いた文字を真似たものだ。つまり彼女の右手が一晩で急に治ったんじゃない限り、この遺書は偽造されたものってことになる。やっぱり自殺なんかじゃない。彼女は殺されたんだ。わざわざ手の込んだ偽装工作までされてね。やっぱり。うっ、何の音だ今。人落ちなかった？これ何かあったんですか？人だ。上から誰かが落ちた。堀江ちゃんじゃない？
やばい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 。うわぁ、こんなことってあり？あ、違った。あれ？こっちか。地上階段。落ちたよね、今。堀井ちゃん。あ！おい、待て！さっきのやつって。秋山さん。最初にはるかにダンス教えてた人じゃない？だよね。あのポニーテールのやつ、やーば。なんなんやお前は。それはこっちのセリフでしょう。堀江ちゃん、お前がやったのか。パクさんを殺したのもお前か。ちゃう。俺やない。俺は脅されてただけや。あ、やっぱり脅されてた。頼む、見逃してくれ。俺は何も悪くないんや。勝手なこと言ってんじゃねえよ。まあでも脅されたんだろうな。なら、もうこうするしかねえな。最初からその気だったんだろ。ね、こいつ最初の春から講師で撃ち殺したのか。まさかこんなとこで出てくるとは。おお、やりますな。動きが結構トリッキーだ。なんか極み打てそうだ。あーん。あーん。すごいゆっくりなんだけどトリッキーだな。来た。あ、これか。ポールの極みみたいな。やるね。カウンターキック覚えたんだよね。使いたい。特殊だなこいつの動きは。壁のヒートアクションだね。これ好きなんだよな、えぐい曲がり方。うおい、トリッキーだな。動きはトリッキーだったな結構。こいつ撃たれるな多分。
話は後で聞かせてもらうぜ。多分口止め食らうぞ。おい、堀江ちゃん、堀江ちゃん、しっかりしろ。あ、まだ息があるぞ。堀江ちゃん、今すぐ救急車呼ぶから。119番消防です。火事ですか？救急ですか？もしもし、どうされましたか？誰こいつ？誰だ？知る必要はない。今すぐ楽にしてやる。誰だこいつ？ヤクザっぽいな。はるか、秋山さん。おい、どこ見てんだよ。おタフだぞこいつ。かでも止まったかみたいな感じだ。え、バトルかよ。連続。あ、ぶつかぶつか。急に来たな、キューティー。おいよ、急に来るのやめてもらいたい。このカウンターキックやりたかったんで。いいよ、こいつカウンターしやすいかも。ナイスアシスト、あるか。うん、なんかそんなに効いてなさそうだ。タフだね、まったく。荻田さん、まさかここで荻田が出るとは。その顔覚えたで。声かっこいいな。その顔覚えたで。堀江さん、なんか因縁の相手になりそうですね。堀江さん、堀江さん、どうして。多分荻田とかいうやつにやられたんだ。じゃあパクさんも荻田さんが。荻田に。とにかく今は堀江ちゃんを病院に運ぼう。何としても助けなきゃ。よかった、息があって。うっ、終わった。第4章、夢のまた夢。プリンセスリーグを控えてんだよな。荻田勘はすぐに見つかると思いますわ、うん、今大阪中に緊急手配しています。とりあえずは堀江博さんへの暴行、殺人未遂容疑での重要参考人ということですけども。でもまあきっとパク・ミレイさんの件では引っ張れないでしょうな。どういうことですか。さっきも話したでしょ、あの荻田っていうのにはパクさんとの間にトラブルがあったって。それってパクさんの死を解明する上でも重要な事実なんじゃないですか。せやけど例の件はもう自殺でほぼ固まってますからね。なんせ警察の方針としてパク社長を自殺と断定しちまった手前、その情報だけで再捜査というのはちょっとね。
そんな、さっきの現場には銃を持った本職の連中までいたんですよ、うん、何かないと考える方が逆に不自然だ。まあそれも含めて荻田を捕まえれば明らかになるでしょう。この先は我々に任せといてください。素人さんが首を突っ込めば危険なことにもなりかねませんのでね。それでは。そっか。あ、はるか。はるかは秋山のところで止まってんのかな。どういう話でした？警察はあくまでパクさんの死と荻田は関係ないっていう見方のようだよ。そうですか。ああ、買い出し行ってもらって悪かったね。花ちゃんがいないとろくに飲み物すら事務所に置いてなくて、人気アイドルにこんなことさせちゃっていいのかな俺。ダメだよ。気にしないでください。私ただの高校生ですから。それよりこれからどうします？はるかちょっと危ないからさ、外で歩かせたらさ、警察が荻田を見つけるのを待つなんたら消極的すぎるね。ええと言って俺たちで警察と同じ動きをしても意味がない、うん、他に何かやれることがあればいいんだけど。あの秋山さん、人弁士って知ってますか？いわゆる偽造屋のことでしょ。またすごい言葉知ってるね君も。昔私が初めておじさん、あ、桐生さんに会った時、そういう仕事をしている人がいるって話を聞いたんです。ずっと社長の遺書のこと考えてたんですけど、蒼天堀にもきっとそういう人たちがいるんじゃないかって。あ、人弁士がやったってことかな。まあ、確かに素人じゃ多少の真似事はできても警察の筆跡鑑定まではごまかせないだろうね。でもプロの偽造屋が遺書の偽造に関わっているなら話は別だ。なるほど。蒼天堀の人弁士を探せば荻田やあの銃を持った男に繋がるかもしれない。はい、面白い。蒼天堀で聞き込んでみよう。おお、うお。あ、私です、沢村です。はるか、今大丈夫？山浦さんや。はい、あの堀江さんは大丈夫、一命は取り留めたわ、安心し。けど当分入院することになると思う。残念やけど、あんたのマネジメントするんは無理やわ。そうですか。今後のあんたのマネジメントなんやけど、私が引き継ごうか思てんねん。山浦さんが。山浦さんがどうしてですか？私もあんたの夢の続き見てみたいな。それに堀江君や亡くなったパク社長にとっても、あんたがこのままメジャーデビューすることが一番の慰めになると思う。うわ、わかりました、ありがとうございます。そんでな、今日急やけどプリンセスリーグ決勝第2ラウンドをやるって連絡来てん。おお。でも出演しても大丈夫なんでしょうか？万田さんも社長の件は耳に入ってる。その上で万田さん出演してほしいって言うてきてんの。そうですか、わかりました。大丈夫そう？大丈夫です、やれます。じゃあはるかに切り替わるんかな。ありがとう。こっからほんなら私はダイナチアで待ってるから、うん、はるかも準備できたら来て。ほんならよろしく。はい、わかりました、よろしくお願いします。次ははるか視点かな。すっかりタレントだな、はるかちゃんも。そんな。今度秋山か。もしもし。社長、今大丈夫ですか？花ちゃん。花ちゃんか。うん。何この BGM。 大丈夫だけど。パク社長の件どうでした？なあ、話すと長くなるな。今度ゆっくり話すよ。ああそうだ、ちょうどよかった。急で悪いんだけどさ、花ちゃん、カムロ町で人弁士を見つけてくれないかな。人弁士？社長一体何してるんですか？社長忙しいんだよ。それどう考えても支店のオープンには関係ありませんよね。ああ、まあ確かに関係ないけどさ、別件でそっちも片付けないとダメなんだ。私は手伝いませんからね、社長が自分で勝手にやってください。そう言わずに頼む。嫌です、
こっちだって社長がいないおかげで片付いてない仕事が山積みなのに、どうしてそんなよくわからない頼みを優先させなきゃならないんですか。あ、じゃあ肉まん買って帰るから。肉まん？そう、100個。100個やばい。しょうがないですね、今回だけですよ。ちょろすぎ。助かるよ花ちゃん。で、カムロ町の任弁士なんだけど、明日には見つけられる？誰に向かって言ってるんですか。1時間十分ですよ。さすが。さすが。その任弁士と話したいんだ。俺の携帯に連絡よこすようにしてくれる？わかりました。めっちゃ優秀だ花ちゃん。これでいい。任弁士のことは任弁士に聞くのが一番だよ。俺は花ちゃんから電話が来るのを待ってるから、君はプリンセスリーグに出るといい。わかりました。後でダイナチェアでお茶を、うん、はい、わかりました。プリンセスリーグに挑めと。主人公の変更ができますと。まあとりあえずはるかの終わらせていこう。いや、お久しぶりですね、はるか。37万も持ってる、はるか。よし、到着。あ、かずみさんだ、秋山んとこと。ナイス、秋山。サブが1個あるんだよな。よし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 よちょっと待ってもらえますか。ええー、けど、あんま時間ないで。はよしや。了解です。はい、わかりました。しばしお待ちください。スケジュール表？これメイン進めるとダメなパターンかな。もうサブがあるんですけど、先にメイン進めダメっぽいな。はるか。あ、はい。もうあんま時間ないで。はい、そのご覧といてください。行きます行きます。プリンセスリーグに行きます。うん、気合入ってんな。ほんならスケジュール表見て、プリンセスリーグの予定確認しとこ。はい、プリンセスリーグ第2ラウンドです。やっていきましょう。ノーマルで。よっしゃ、行こうか。はい、多分ダンスバトルでしょ今回は。山原さん、どうかしました？ほんまのこと言うとな、私テレビ局来るん久々やね。ああ、はい。え、そうなんですか？うん、何や、緊張してきたわ。山原さん緊張してる。大丈夫ですよ、山原さん。ごめんな、私の方がしっかりせんなあかんのに。いいんです、行きましょう。控え室はこの奥ですから。はるか、ええ子やな。ほんなら私先行ってるわ。めっちゃいい子やな。沢村、仲いい？え、わしや、ティーセットのマネージャーの。いたね、中井さん。なんか久しぶりに見たわ。あなた、社長が死んだばっかりやのに、もうこんなとこにおるんか。ほんま、小さい事務所はなりふり構ってられんちことか。失礼します。ところで、お宅の社長、ほんまに自殺なんかな。え、
敵の多いお人やったからな、パクさんは。あの人死んでせいせいしたいう業界の人間もぎょうさんおる。自殺に見せかけて誰かに殺されたんだ。まあ誰かに殺されたやろな。お前嫌味のように言うな。これであんたに同情票集まったらシャレんなら。ああ、案外犯人はダイナジアの中の人間なんとちゃうか。やめてください。金、可能性とはありますよね。私が T セットに勝ったら二度と私たちに構わないでください。約束できますか。ほんま、おもろい女やで。答えてください、中井さん。せやったらそっちもなんかかけてもらわなあかんな。何をかけるんだよ。沢村、お前が負けたらうちに移籍してもらう。それでどうや。やだ。まあ当然 T セットの後輩としてやけどな。あいつらが姉さんになったら今以上に可愛がってもらえるで。わかりました。ええな、約束したで。失礼します。なんでそんな勝手な約束したん。堀江君かて相手にせんのが一番やって言うてたやろ。黙っていられなかったんです。すみません。それがあの中井中マネージャーの手なんよ。前はこうなったらあいつらの鼻明かしたろ。勝つぞ。あんたやったらできる。 T セットを引きずり下ろしてまずは大阪のトップアイドルになるんや。うん、はい。よし、ほんなら今日の衣装に着替えて。しっかり頼んだで。了解した。お、よっしゃ、バッチリ。ええよ、今日も決まってる。どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。やるぜ、やるべ、やってやるぜ。プリンセスレッグ、めっちゃ久しぶりだな。なんかプリンセスリーグ。すごい久しぶりに感じる。皆様ご機嫌いかがでしょうか。司会のドルチェカミヤです。お久しぶりです、ドルチェカミヤさん。アイドルたちが繰り広げる仁義なき戦いは巷で大反響を巻き起こしちゃってます。早くもテンションクライマックス。トップアイドルへの登竜門、プリンセスリーグ決勝戦第2ラウンドを迎えました。対戦ルールは前回と同じ。会場の皆様は優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと自由に移動しちゃってください。ライブ終了時、あなたに近いステージのアイドルを支持したことになるので要注意ですよ。さあ、それでは第1ラウンドからデッドヒートを演じてくれた2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル。この2人も久しぶりだね。個性が混じり合い生み出す力は無限大。優雅な立ち振る舞いは王者の風格すら感じさせます。完全無欠の最強デュオ T セット。すごい久しぶりな気がする。未完の大器はついにその片鱗を見せ始めたか。ファンの予想をはるかに超えるスピードでステージに立つために進化する驚異のアイドル。驚異のアイドルだって。沢村はるか。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは行っちゃいましょう。レディーゴー。さあ、ダンスバトルだよな次は。違うわ、普通のやつだ。待って、久しぶりすぎて。
この曲めっちゃ好きなんだよね。久しぶりすぎてちょっと下手になってる。いやー練習していけよかったいっかー極み。おー今回もすげー。この衣装戦時いいよね。ちゃん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 、はい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 、てて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 、アルカちゃん、 Z セットのお二人お疲れ様でした。いや完璧に行きたかったな。素晴らしいパフォーマンスでしたね。まあしゃあないな。ただしこのステージはライブバトル、どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。お願いします。さあ、まあ、今回は余裕でしょう。そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？優勝の行方を大きく左右する第2ラウンドを制したのは、沢村！やったさすがですファイナルラウンドに向けて期待できる結果になったんじゃない？はい、とっても嬉しいです。ファイナルラウンドですが自信はどう？抱負を聞かせてください。正直自信はありません。でも優勝したい気持ちは誰よりも強く持っています、うん、だからファイナルラウンドでは私の思いを届けられるように精一杯頑張ります。めっちゃファイナルラウンド楽しみなんだけど。アルカちゃんサンキューです。とても強い意気込みを感じるコメントでした。どうなるんだろう。これはファイナルラウンド期待するしかないでしょう。さあいかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。See you next stage。 ここで言うのもなんだけど、ウルチェ神野さんって結構めちゃくちゃいい人なんですよね。あんなチャラそうだけど。よかったであるか。次はいよいよ最終決戦や。 T セットも必死で挑んでくるはずや。最後の最後まで全力で頑張ってこ。はい、うん、ほんなら蒼天堀戻ろう。秋山さんと待ち合わせしてんやろ。ええ。せやけどほどほどにしいや。あたしとしては
ほんまは空いた時間はレッスンに当ててほしい思ってる。私もクリスティーナもいつでもスタンバイしてるから。ええな。はい、わかりました。多分ここで次新曲来るやろうな。ほんなら行こうか。お疲れさん。私はさっき戻ってるわ。あんたは疲れてるやろし、ゆっくり帰ってきたらええ。はい、ありがとうございます。なんか山浦さんだっけ、あの人。あの人もなんかちょっと怪しい。はい、沢村です。はるかちゃん。うん、秋山だけど、今大丈夫？秋山さん、はい、今収録が終わったところです。そっか。じゃあ疲れてるところで悪いんだけど、ちょっと話したいことがあるんだ。できればあのトレーナーの人も一緒に。山浦さんですか？うん、山浦さんなら先にダイナチェアに戻ってるはずです。じゃあダイナチェアで集合ってことでいいかな？俺は入り口のところで待ってるから。わかりました。もしかして人弁士が見つかったんですか？期待させて悪いんだけど、それとは別件でね。じゃあまた後で。はい、山浦さんちょっとね、なんか怪しいんよね。さっきあのなんか T セットのさ、マネージャーいたじゃん、言ってたじゃん、ダイナチェアの中に犯人いるかもよみたいな。それもあるからさ、怪しいなって思ったのよね。率直な感想ですけど。ちょっと遠くに出てしまったな。しました。悪かったね、疲れてるところ。いえ、大丈夫です。よし、それじゃあ行こうか。少し待ってください。ちょっと待ってもらえますか？わかった、じゃあ待ってるから声かけて。ダイナチェア入れるかな？入れる。ごめんな秋山。うん、ちょっと俺サブしたいんねや。うん、うん、うん、アイドル。え、アイドルオタク。ドロオタなの。すげえな。結城愛理っちゅうこのライブでグッズ買いまくってたとこの幼少の事務所の人の目撃されて、冷やかされた。大丈夫そう？
キャッスルレコードでライブをやっとるって。さあ、サインゲットやで。なに、堀江さんのこと好きなんかな？でも言わすなよ。なんか囲まれてますけど。何やってんだよ、君たち。ここにいるの？あ、ここかい、キャッスルレコードってあります。本屋さんかと思ったらこういう会場もあるんだね、キャッスルレコードってね。まあ、レコードっていうぐらいだしな。ううん、いえ、え、はあ、ああ、そうなんすか。ちゃんとやれますって。うん、じゃあこれはるかが出るパターンじゃない？え？愛理ちゃん。困りましたね。うん、困ったな。誰が適任者はいないかな。あ、はるかちゃんがおるわ。うん、やりましょう。あ、久しぶりに聞いた。これ難易度維持してたの？なんか簡単だもん。でもノーマルかな。いや、これイージーだろ。待て、わからん。Perfect。 コンボ数が少ないからこれイージーだろう。多分。
これで無事サインもらえたね。ありがとう。ん？あ、アイリちゃんに認知されるほどの大ファンなんだね。お疲れ様です。4000、ありがとう。で、サブがあと1個やね。うん。で、秋山が4つか。あと1個どうなんだろう。最終部とかかな。またこれ、キリュウさんみたいな感じで。また後で調べてみようっと。多分ストーリーも終盤だと思うんだよな。遥かと秋山。うん。はい、ということで、キリもいいので、ここまでにしたいと思います。皆さんご視聴いただき、誠にありがとうございました。お疲れ様でした。またね。